国内サッカーニュース、24日、明治安田生命 J1 リーグ第33節の計2試合が開催され、各地で激闘が繰り広げられた。黒丸動画、レアンドロ・ダミアン、川崎・フロンターレ、エースが復活の2ゴール。24日、J1 の2試合が行われた。首位のビッセル・神戸と勝ち点、2、佐野2位の横浜 F、マリノスは、 ホーム最終戦となる日産スタジアムでアルビレックス新潟と対戦した。試合は横浜 FM ペースで進む。12分には DF 角田良太郎の浮き玉に FW ヤンマテウスが抜け出し、ボックス内から右足でシュートを放ち、前半終了間際にはヤンマテウスのクロスを FW アンデルソン・ロペスが頭で合わせたが、どちらもチャンスも新潟の GK 小島良介の子をセーブに阻まれた。 後半に入っても横浜 FM が敵陣へ押し込む時間が続く。ただ51分、ヤンマテウスのクロスが相手 DF に当たって、フリーの FW エウベルが頭で合わせたが、これも相手ゴールキーパーの正面へ飛び、63分の MF ナムテヒのコースを狙いすましたシュートはポストに嫌われた。終盤にかけて新潟に決定機を作られる場面も増えたが、 勝ち点3だけを目指して攻め続けた横浜 FM だったが、最後の最後までゴールをこじ開けられず、スコアレスドローで決着。痛恨のドローとなった横浜 FM は、明日行われるビッセル神戸対名古屋グランパスの一戦で神戸が勝利すれば、残り1試合で勝ち点4、差に拡大し、神戸の J1 初制覇が決まることになる。もう一つのカードでは、 9位の川崎フロンターレと6位の鹿島アントラーズが轟き陸上競技場で対峙した。試合は34分、川崎 F が左サイドから攻撃を仕掛ける。FW マルシーニョが DF 上り座と強兵からのパスを相手 DF ライン背後で受けて、ボックスの深い位置を取ると、そこから折り返したボールを FW レアンドロ・ダミアンが押し込んで前半のうちにリードする。 後半に入っても川崎 F がマルシーニョの突破力からチャンスを作っていく。そして63分、右サイドからのクロスは味方につながらず、ルーズボールになったところにマルシーニョが激しくプレッシャーをかけてボールをダッシュし、最後はレアンドロ・ダミアンの2点目でリードを広げた。そして81分には、素早く FK のリスタートを始め、 ボールを受けたレアンドロ・ダミアンが鹿島の GK 早川智樹にボックス内ギリギリの位置で倒され、PK を獲得すると、この PK を脇坂康人が沈めてダメ押しとなる3点目を奪い、勝負を決定づけた。川崎 F はリーグ戦では3試合ぶりの白星を飾り、対する鹿島はリーグ戦で6試合勝ちなしとなった。11月24日開催結果、J1 第33節。 川崎 F3-0 鹿島横浜 FM-0-0 2型